はい、続きいきますかね。はい、ちょっとね、あれから周りのモンスターどんな感じかなって戦ってみまして、まあいけなくないっすね。まあ結構余裕っちゃ余裕でした。はい、でなんかさっき村人の話で北の方に魔王が生まれたとかいう爪痕でしたっけ、ゾーマが生まれた時の爪痕がなんちゃらとかいうあれですかね。今見えました、祠みたいなところ、ちょっとあそこに行ってみますかね。今のところ目的らしい目的がなさそうなんで、迷路チックだね。あー、ここ正解かな。宝箱ないかな。あっと、忍び足、いいの来い。まあいい、まあ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 いいでしょ。オッケー、小さなメダル、小さなメダルもだいぶ溜まってきましたからね。次がドラゴンクローとかいう、多分格闘家でしょうね。格闘家もね、おまむしをね、格闘家か戦士にするか迷ったんですけどね。というか、うわー、ちょっと大丈夫かこれ、怖い。でちょっとね、さっきレベル上がって B さんギガデイン覚えました。はい、ちょっとまだ使ってないんで、敵全体に激しい稲妻攻撃ということでちょっと使ってみましょう。ちょっと期待をしております。トロルキングも怖いし、ヒドラも怖いし、トロルキングにバギクロスの、キャライン、魔法かき消すの、それを早く言ってよ。ちょっと待ってよね、ですよ本当に。そうですか、うーん、ちょっと待って、先にトロルキング、開始の一撃が怖いんで、この子たちは。あー怖い、ほんと怖い、この子の会心の一撃が本当に怖い、トラウマなんですよね。あ、オッケーオッケーオッケー、そっか、魔法が使えないんですか。あれ、これ今ちょっと思ったんですけども、ちょっと不意に思ったんですけど、戦闘中じゃない時は魔法は、はい、よかった、薬草大量に買っておいてよかった。オッケーオッケーオッケー、備えておいてよかった、本当に。備えあればなんちゃらですよ本当に。こういう袋小路とかにもなんか小さなメダルがあるんじゃないかなって。アークマーチ、潔いね。魔法使いかな、魔法使いで単独で来るなんて見上げた根性だね。いいですよ、あれ強い、硬い、硬いね。マージさん結構硬いね、単独で来るだけのことはあるね。おや、扉の意味がない、
扉の意味がないよ。怖い怖い。ほら来たー、久しぶりだな、ミミック。久しぶりじゃねえか。大丈夫でしょ、問題ないでしょ。あれ、バカがバカが。オッケー、ミミックちゃんがバカでよかった。てかこの子基本的に魔法メインだもんね。じゃあ本当完封できるね、余裕でね。小さなメダル、オッケー、2個目。これはいいアイテムでありますように。おお、なんでこんなところに。まさかのまさかの勇者の盾、三種の神器的なやつが来ましたよ。やった、来てよかった。やったぜ。これ落ちて大丈夫なんかな。サタンパピー、悪い顔してますね。乳首がかわいい。あれ、女の人ですかね、サタンパピーっていうのは。サタンパピー女性、ちょっと膨らんでません？気のせいですかね。ナイフに鞭、悪いやつですよこれ。そんなには強くない。オスなのかメスなのかいまいちよくわかんないですが、思ってたよりもヒドラもそこまででしたね。やっぱり一番警戒すべきはトロールですね。あ？あ？え？あー怖かったー。何かと思った、みんなバラバラにされるんかと思った。あー不用意に落ちるもんじゃないね。あー怖かった、みんなバラバラになって勇者 B さん一人だけになるんかと思った。今みんなバラバラにピュンピュンって飛んでいくから、やだもう、驚かせないで。あーびっくり、びっくらこいた。サラマンダね、この子ね、結構炎が強いんですよね。炎はね、炎がちょっと怖いんで。手加減なしでいこうか。手加減なしでいこうか。あ、そうか、魔法。うわぁ、もうバカだ、あんな。アホ丸出しだ。アホ丸出し、すっかり忘れてた。そうだ、魔法使えないんだった。すっかり忘れてた。もう何やってんのかしらね。もうすいませんね。そうだ、魔法使えないんだ、使えないんだった。もう完全に頭から抜けてました。ああちょっと恥ずかしかった今。ちょっと恥ずかしかった。お、経験値がでかい。そうだよ、薬草を用意しといてよかったって言ったばっかりなのにね。さあ魔法が使えないってことは徒歩で帰んなきゃいけないってことなんですよね。こっちなんかあるのかな。ちょっとこのパートは多分いろいろ探索のパートになっちゃうと思うんですが、これリアル、リアルでこんなの見たら腰抜かしますよね。
急に地面から手が生えたやつがね襲ってくるとか、ホラーですよホラー。この子はそんなに強くないんで、ただね厄介な大魔人とかいうね仲間を呼ぶんですよ。その大魔人が結構強くてね、めんどくさいんですよね。高火力で2回攻撃してくるんで、気を抜いたらちょっと1人は持ってかれちゃうかなっていう、そんな感じの強さなんですよね。あ、ここつながってんの。ぐるーっと、はい、グール、ただのブサイク。問題ないんじゃないかな。あー、ちょっと結構体力は多いね。攻撃力は特に心配はないですね。仲間を呼ぶのか。ゾンビマスター、あれ、これって地上にもいましたよね。そんな強くなかったと思うんだけど。はいはい、問題 nothing。 これはちょっとレベル上げ頑張りすぎちゃったかな、 B さん。ちょっとね、もうバラモスが悔しくてね、頑張っちゃいました。スライムベス、言ってもスライムでしょ。はい、やばい、やっぱり所詮スライム。あ、経験値が10。ただのスライムも出てくるの。さて、ちょっと上の方くまなく探してみますか。ちょっとすいませんね、このパートは本当探索パートになってしまうとは思うんですが、ラーミアがねついてきてくれないんですよね。お、戸惑ってる。どうせならね、ラーミアもねついてきてくれれば助かるんですけどね。結構地上にできたあの穴ね、あ、なんかありましたね。地上の穴結構でかかったんで、ラーミアぐらい余裕で通れると思うんですけどね。ラーミアは結局やっぱり言葉通じないのかな、ちょっとついてこいみたいな、ね、感じで来てくれないんですかね。言葉が通じないんですかね。懐いてくれないのかな。乗っけるけどもみたいな、仕方ねえなみたいな、そんな感じなんですかね。こんなところに民家、なんか怪しいね。モヒカンの毛、守備力上がるんだ。謎謎。オッケー。こういうところはね必ず1個はタンスの中に入ってますよね。銀の盾ごとなら息子のガライが持っていたと思うが、急に何、銀の盾ごと、息子のガライには困っていますのよ。歌を歌いながら旅をすると家を出たまま戻ってきませんの。ああ、宝刀息子、大変ですね。お、あ、ここに銀の盾ごと、ハープかな、
ハープっていうのかな、がなくなってたのか、入ってたのか、この中に。はい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 。その宝刀ドラムスコを探せということかな。そのハープが何なのっていうことなんですが、急に銀の盾ごとは息子が持ってったとか言われてもね、だから何よっていう、でっていう。これは余裕ですね。うん、ベスちゃんが多いね。束でかかってくればなんとかなるとでも思ってんのかこの野郎。弱いな。本当に弱い。あとは右の方か。右の方にも何かあるのかな。いやーやっぱブーメランに B さんに持たせておけばよかったですね、早い段階でね。ちょっと今になって後悔というか、微妙なこの、ヒャダインからのどうしようかな。まあどっちもそこまで強くはないんですけどもね。欲しいって言うならこのドラゴンのサラマンダーの炎、火炎だったかな、燃え盛る炎だったかな、が唯一ちょっと怖いかなっていうぐらいで。はい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 。さてあとは何かあるかな。OKOKOK、順調順調、サクサクっといきますよ。カットするまでもないですね。なんか怪しいな、なんか怪しいな。いいね、レベル上げしといてほんとよかった。あれ、あ、何もないっすか。あー、そうっすか。じゃあちょっとめんどくさいんでルーラーでララトーンに戻りますかね。戻って、まあ、ついでにちょっと、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。銀の盾ごと、銀の盾ごとの息子、まさかここの王様のところにいたあの銀融詩人的な感じの子じゃないですよね、まさかね。特に名前出てなかったと思ったんですけど、どうだったかな。ちょっと確認のためにも、これこれこれ、はい。はい、さあちょっとこんな南の方探索行きますかね。
何をすればいいんですかね。一応あるね、南西の方角に何かが。あ、ここらかな、洞窟的なものが。街とかはないのかな。これは南までずっとつながってるっぽいですね。あれ忍びやつやってんだけどな。これスライムとベスに分ける必要ありました？あんまり意味を感じないんですけど、強さも大して変わんないですしね。色違いにするんだったらせめてもうちょいスライムよりもなんか強くしてもいいんじゃないのかなっていうふうに思っちゃうんですけどね。多少は強いんでしょうけど、ここまで来たらもう分かんないですからね。ここ大丈夫？魔法使える？これ魔法使える？これ大丈夫？あ、使える使える、よかったよかった。あー、また迷路チックだね。あ、ムクロか、ドクロか、何もないね。はい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 。敵も変わんないのかな、そんなに。まさかね、まさかここにもその勇者の三種の神器的なものがあるとか。そんなわけないよね。あ、グダ、ん？ダースリカンとガメゴンロードか、ガメゴンロードか、ガメゴンロードは硬いんだよな。草薙の剣使っちゃうか。お、すごい下がったね。うん、そんな強くない。うん、いけるいける。そもそもお城から盗んでおいて、なんであんなところに勇者の盾をね置いておくんですかね。ゾーマさんはね、自分の手元に置いとくっていう発想はなかったんですかね。じゃあもしかしたらその三種の神器がそのゾーマにとってはちょっと脅威なことなんでしょ。多分その3つを揃えられたら自分やばいっすわ、やられちゃうかもしれませんわみたいな、そんな感じだったんでしょ。だから盗んだんでしょねえ、ゾーマさん。ちょっと危機管理がなってないんじゃないですかね。あんなところに城から出てちょっと北上したらありましたよ、もう一個。どうなんですかね。ちょっとね、そこら辺の危機意識が。B さんが思ってるよりもだいぶ低かったんでね、驚きましたけど。ああ、もうわけわかんない。もうわかんないっす。もう今どこにいるんですかね、私。戻ってきたのかな、これ。ほんと迷路。苦手ですわ。
ちょっとね優しくしてくれないかな。なんで RPG ってこういう、特に昔のゲームってほんと分かりづらいっすよね、ダンジョンね。まだドラクエは優しい方だと思うんですよね。あ、小さなメダル。ほんとゲームによっては、昔のゲームってほんと攻略本見ないとさっぱし分かんないようなマップがありますからね。で、その攻略本見ながらねやるのはいいんですけど、その攻略本の情報自体が誤っててっていうこともありますんでね。どうしろと言えば、どうしろと言うんですかね、本当に。せめて攻略情報ぐらい正確なものを乗っけてくれよっていう。ありましたね、よくね、攻略本の、攻略本に載ってる情報自体がもう誤りだったりっていうのがね。ここはなんかここもその三種の神器的なものがあるように思えてきたんですが、破壊の剣、うわー強い、うわー強い。でも皆さん、心の準備はよろしいでございますか。参ります。はい、案の定ですね。はい、やっぱりね、どれだったかな、呪いを解く。はい、こっちも、あれ、なんかこの地獄の鎧ってなんか覚えがあるんだけどな、なんだっけかな。これも間違いなくこれも呪われるんですけども、あれ、なんかこれなんかあった気がしたんですけど、気のせいだったかな、記憶違いかな。ちょっと知ってる方がいたらなんか情報を求むって感じなんですけども、これなんかありませんでしたっけ、地獄の鎧。まあ一応取っときますけどもね。あの呪いの種類にもよりますね。混乱だったら やめときますけども。まあ運がなくなるとかだったらまだいいんですけどね。毒とか。だったらまだいいんですけど、ダメージを負っちゃうとかそういうぐらいのレベルの呪いであったらまだ使っていこうかね、とは思うんですけども、どうでしょうかね。敵に関してはもう今のところはもう余裕のよっちゃんで、レベル上げの甲斐がありますよ本当に。ただ道が、あれ、あ、道がね、
ょっとよく分かんなくなっちゃった。あれもう大体見たんかな。あれ倒せなかった。さて確かもう一個階段ありましたよね。こっちか。やっぱりまだ硬いな、アガメゴンロード。まあ問題はないんですけどもね、今のところサクサクっといけていい感じと。ここもう一個階段があったと思うんですけども、あった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 。はい、はい、これだけ。あれまだ行ってないところ、どっかあったかな。あ、こっちまだ行ってないや。ここはなんか、ここもなんかちょっとその勇者装備的なものがある匂いがしなくもないんですけども、お、祈りの指は来た。まだ使ってませんけどね。これ誰に渡そうかな。豚に渡そうかな。あ、あったあった、まだあった。見落としが、あ、なんかあるのかな。何もないだと。何よ、何もないのかい。何その思わせぶりなこの構造、部屋の構造。何もないの本当に。ここなんかろうそくて、ろうそく的なものをこうガコンとかやるとないの。あら、そうですか、何もないんですか。あれ、じゃあもうないのかな。あの地獄の鎧とか破壊の剣がそうなの。あの洞窟はそういうことでいいのかな。お、キメラ、なんかちょっと親近感が湧く頭ですね。愛嬌があっていいと思います。あ、間違った、あった。ここは砂漠の町ドムドーラ、ドムドーラにようこそ。はい、うん、ドムドーラね。はい、じゃあ時間的にもいい感じかなと思うんで、はい、じゃあパート21はここで一旦切りたいと思います。22の方は、22の方もあんまり変わんないかもしれないですけども、はい、とりあえず次のパートもよろしくお願いします。